定番順での作戦行動です。向かい風は2メートル前後の水面で第8レース1コース1号艇中田幸です。前半3着としてはシリーズの2日目からオール3連台キープ。さあここは絶好枠でポイントしっかりとアップにつながる戦いとなるかどうか、無事故完走で予選突破と確ラインです。2コース2号艇の松瀬、前半カードはセンター線3コースから2着はシリーズ3本目の連帯、そしてここまで3日間5戦してオール3連帯という3コース3号艇の渡辺千草です。4コース角を取っているのは4番野田彩香、今シリーズここまでに3着2本連帯2本です。そして今現在得点率首位となっている5号艇の川野芽衣、1着で首位当確。大外は6コース6号艇の高田彩、枠なり3対3の体型でスタートしていきました。あまり差はありませんでした。少し5号艇だけが遅れた格好ではありますが、1周目第1ターンマーク、まずは1号艇に2番の松瀬のまくり、3号艇の渡辺が刺して挟まれた1号艇は現在4番手、トップ争いが3号艇2号艇、その後4番そして1番と続いて、後方は5号艇6号艇です。スタートは前提正常でした。3号艇の渡辺が2マーク先に運んでいきました。2号艇の松瀬、ここは差しに向いていきました。2番と3番ボートまだ並んでいます。3番手につけているのは4号艇野田彩香、先頭争いは2号艇3号艇並走、その後に4番が続いて差がないところは5号艇1号艇と迫る2周目1マークの旋回です。2番の松瀬がトップで1マークを運んでいってリード一定心取っています。先行したのは2号艇の松瀬、追走2番手が3号艇の渡辺、さあしのいで3番手守る4号艇野田ですが、やはり5番1番と迫ってきています。4番の内にいた5号艇外に向きました。これで1番も外開く格好ですが、さあ4号艇の野田彩香に1周2マークを回ってもきっちりと3番手を守っていて、体型は2番3番4番の体型です。接戦リードからトップ2号艇の松瀬博美、本シリーズの初白星へ向かう体勢です。そしてやはり初勝利を目指した3号艇の渡辺ですが、接戦の末を惜しくもの2番手、4号艇の野田彩香後方を離す格好、5番振り込んでしまって川の前からだいぶ離れてしまいました。これで上位の体型2番3番4番3艇大きく抜ける体勢です。さて7レースは13番の後輩棟でしたが、ここも後輩棟決着になりそうな234で3連単オッズ 364.1 倍を示しています。8レースは先頭2番松瀬ゴールイン、2着3番渡辺、3着4番野田、そして5番川野ゴールイン、1番中田、6番高田ゴールインです。